どうもヘルマンチャンネルです。今回はね、以前の動画でもちょっと若干触れたんですけども、5月にあった東京レプタイルズワールドで新しいね生態をお迎えしたので、それのねご紹介をさせていただきたいと思います。で、今ね映ってるのが新しい子たちのね、水槽になります。で、まあ、何をねお迎えしたかというと、アカメカブトトカゲオスメス2匹をお迎えしています。で、こんな感じでね、水場作って、水がこのまあ陸地のところを、まあ、後ろねホースありますけど循環するような形で作ってみてます。まあ、このね環境でいいのかどうか、まあ、正直ねよくわかんないんで、もしねアドバイス等あればいただけると助かります。まあ、全体はねこんな感じでね、アカメカブトトカゲね、まあ本当にね出てこないですね。まあ、人がいるときはほぼ出てくることはないです。まあ、ずっとねこのシェルターの中に隠れてる感じ。もうねだいたい1ヶ月半ぐらい経ちますが、未だにね人がいるときに自分から出てきたっていうことはないですね。まあ、ただね、夜とかは、まあ、夜というか朝方ね、相当早い時間とか、まあ、夕方とかの人がいない時にはどうやらね、出てきてるみたいです。まあ上のね草とかが倒れてたりとか、水場に入った形跡とか、そういうのがねあります。じゃあね、早速ねちょっとシェルターをどかして見ていきたいと思います。まあ、あんまねストレスをかけないようにそっとやっていこうかなと思います。はい、こんな感じでね、シェルターの中でも特にこの奥の方に今ね2匹固まっているのが、まあね色がね黒いんで見にくいんですよね。今ねのけても、まあ、シェルターをどけてもね、シェルターの中に詰まってた格好でそのまま固まってますね。パッと見ね死んでんじゃないかと思うんですが、ちょっと触ってみると今動きましたね。はい、今でちょっとねこれ場面切り替わっちゃったんですけども、まあ、かなりもう逃げてますね後ろの方に。まあ、とにかくビビり人嫌い、そんな感じですね。どうですかね、見た感じ。こっちの子はねもう全然さっきから動いてないんで大丈夫かと思ってるんですが、気づいてさっと逃げてきましたね。で、こういう風にね、アカメカブトトカゲ水の中普通に入るんですよ。全然抵抗なく水の中潜ります。で、今ね多分水の中潜ってどっかの物陰に隠れちゃってもう見つからない感じですね。で、こっちの子はねこれ以上隠れる場所がないんで、そうするとねこういう風にじーっと固まるんですね。まあ、岩に見せかけてんのか何なのかよくわかんないですけど、これ以上隠れる場所がないと思うとじーっと固まって動かなくなります。すごいね顔とか可愛いですよね。で、これがねさっき後ろの水ね循環させてるところ、まあ、こんな形で後ろ側水出るような形にしてますね。で、意外にねまあレンガなんでろ過としてどうなんだと思ってたんですけども、水きれいな状態保ててますね。まあ何ですかね、レンガって結構水吸うんで中で一応バクテリアとか付着してるんですかね、よくわかんないですけど、まあ、結構水は透き通ってる感じで綺麗です。結構ねアカメカブトとかあげ水中とかでも糞するっていうことなんですけども、まあ、だから多分水中でも糞してんだと思いますね。脱皮の皮とかも水の中に結構浮かんでたりするので、水中にはね間違いなく入ってると思います。まあ、それでもね水がそこまで汚れないということは、というか腐ったりね濁ったりしないってことは、まあ一応生物ろ過役割果たしてんのかなって。まあ、今ねちょっと後ろにブラックホールも入れてるんで、まあ、それでそうなってるだけかもしれないですね。まあ、ちょっと分かんないですねまだ。はい、
はい、見た感じね、こんな感じです。まあ全然動かないんで、まあ面白くないかもしれないですけども、まあね、背中のところはね、本当ワニみたいにね、ゴツゴツしてる突起、トゲみたいになってるんですよ。で、実際触ってもね、結構硬い。あれ、かっこいいんですよね、やっぱり見た目が。ちょっとね、この子足の指が1本欠けちゃってるんですけど、いつ欠けちゃったかわかんないですけどね。まあそれにしてもね、かっこいいんですよ。よくね、脱皮する際にね、脱皮がうまくいかないと指が切れちゃったりするって言って、でこの子ね、今ちょっと色が薄いんで、脱皮したてでその時に切れちゃったのかもしれないんですけど、まあわかんないですね。結構ね、乾燥してたりすると脱皮がうまくいかないみたいなこともね、ネット見てると書いてたりするんですが、まあなんかね、いろいろ詳しい方でアドバイス等をいただけると助かりますね。もうじーっとね、動かないですね。で今ね、端の方にもう一匹いるの分かりますかね、まあ、分かんないですよね。顔だけちょこっと出して、ちょっとオレンジっぽいのが見えると思うんですけど、あれ目ですね。はい。で餌なんですけども、今ねこれはイエコに、爬虫類用の、まあ、練って作るパウダー状の餌、まあ、カエルとかにねあげるやつを振りかけて、でビタミン D3 入りの、カルシウムを振りかけているような感じですの、まあ、乾燥のイエコですね。で結構ね、買ってからはフタホシコオロギの M サイズの生きたやつをあげてたんですけど、それとね一緒にこの乾燥コオロギも一緒に入れてたら、乾燥コオロギも食べるんですよ。今ねコオロギちょっと切らしちゃったんで、生きたやつね、なんで今ちょっとこの乾燥のを入れてるんですけども、まあ、それなりにね食べてますね。まあ、ただ両方ちゃんと食べてるのか1匹しか食べてないのかはちょっと分かんないですけども、まあ、毎日ね3、4匹ぐらいとか4、5匹ぐらいかなは減ってるので食べてると思います。で糞もねちゃんとしてるんで、まあ人がいない時にね出歩いて食べたりとかいろいろしてるんでしょうね、おそらく。ちょっとね足切れちゃったの残念なんですよね。なんか尻尾はね切れても生えてくるらしいんですけどね、指とかはねそういうところは再生しないらしいんで、まあちょっとずっとこのままになっちゃいますね。ちょっとかわいそうですが、しょうがないですね。で実はねもう一種類生態を迎えしてます。今こちらがねそれの入れ物なんですけども、ちょっと分かりますかね、分かりにくいですね。ちょっと流木を取り除いてみると、はい、これ日本ヤモリですね。でこれはレプタイルズワールドで購入してきたわけじゃなくて、うちのねベランダに結構いるんですよ。でそれをねちょっとどうしようかなと思ったんですが、2匹捕まえて今飼ってます。であまりね環境馴染めないようであれば離してあげようかなとも思ったんですが、今ねちょっと餌バチあるの分かると思いますが、あそこにね今リュビアのベビーを入れて与えてるんですけども、1日ね10匹ぐらいすぐ食べちゃうような感じで非常に元気なんですね。で基本的にこのヤモリも人がいる時には隠れてるんですけども、人がいない時には結構ね日中でも動き回ってるような感じで、比較的元気に生活してくれてるので、もうちょっと飼ってみようかなと思ってます。で1匹の子はねなんかお尻の付け根のところがすごい膨らんでて、もう1匹はシュッとしてるんで、おそらくねオスメスの組み合わせなんじゃないかなと思ってます。で1匹はね捕まえた時、尻尾がね切れちゃってたんですけど、今ね綺麗に再生されて綺麗になりましたね。非常にね可愛いですね、ヤモリも。こんな感じで、で、まあ、ヤモリにもカエルとかにねあげるパウダーかけて
まあ、カルシウム振ってみたいな感じで与えてます。まあね、ついにねこのトカゲとかに手を出し出すと、まあね、虫飼わざるを得なくなってくるんですよね。で今我が家でもちょっと今度またねご紹介させていただこうと思うんですけど、リビア大きいやつ50匹ぐらい飼って子供を産ませるために頑張ってます。でね、リビアなんかもね飼ってると可愛くなってくるよみたいなことね結構書かれてるんですけども、まあリビアのねオスね、あれただのゴキブリですね。まあ気持ち悪い、全然可愛くないですね。まあただねやっぱりコオロギとかってね匂いも結構あったり、あのトム食いしたりねすぐ死んじゃったりするんで、あのちょっと育てにくいんでね、まあもうしょうがないんでリビアどんどん増やしていこうと思ってます。今度ね紹介しますんで期待していてください。はい、まあ、今回はねこんな感じで、新しくねお迎えした子たちのご紹介をさせていただきました。まあね今回お迎えした子全員もう隠れてばっかでねほとんど見れないんですが、まあそれもそれで爬虫類なんでそんなもんですよね。まあちょっとねいずれフトアゴとかねあの辺飼ってみたいと思うんですが、まあ、フトアゴ飼うにはねやっぱ設備が結構がっつり、やっぱ中高生の爬虫類はね設備揃えるのが結構大変ですよね。場所も取りますし、まあ、うちもね今リクガメのケージ2個でかいのあるんでね、まあ、これ以上増やすのもどうなのかなっていう感じもあって、まあなかなか見れないのに、まあ、この子たちはねあんまり見ることができないけど飼うには非常に飼いやすいと思います。まあ、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。